アメリカ合衆国国際連合大使は国際連合においてアメリカ合衆国政府代表部を代表する国連大使。正式には国際連合アメリカ合衆国政府代表部代表特命全権大使及び国際連合安全保障理事会アメリカ合衆国代表であり略してアメリカ国連代表とも呼ばれる。アメリカ国連代表は国際連合安全保障理事会で アメリカ合衆国を代表する権限を持ち、国際連合総会に出席するが、より高位の代表者が出席した場合はその限りではない。また他のアメリカ合衆国大使と同様に、アメリカ国連大使に就任する際も、大統領の指名を受けた上で上院の承認を得なければならない。またヘンリー・カボット・ロッチ・ジュニア、アドレース・ティーブンソン、ジョージ・ H.W. ブッシュ、 ダニエル・パトリック・モイ・ニハン、アンドリュー・ヤング、ジーン・カーク・パトリック、リチャード・ホルブルック、マデレーン、オルブライト、ビル・リチャードソン、ジョン・ダン・ホースらアメリカの著名な政治家や外交官が当職を歴任している。アメリカ国連大使は、アメリカ合衆国内閣の一員ではないが、閣僚級の扱いを受けることがある。フォード、カーター、レーガン大統領の時代に、国連大使は、 閣僚級の扱いを受けたが、自身も国連大使を務めたジョージ・ h w ブッシュ大統領は国連大使を閣僚級とはしなかった。その後クリントン政権下では再度閣僚として扱われるようになったが、ジョージ・ w ブッシュ大統領の時は閣僚級とせず、オバマ政権になって再度閣僚級の扱いとなった。25代目アメリカが衆国国際。 連合大使ジョン・ボルトンは、閣僚級と認めることに反対し、大やけに次のように理由を述べている。第一に、アメリカの外交における、国連の役割と重要度の課題評価に他ならず。第二に、同じ部署に2人の長官はいらないからだ。国際連合本部ビルがニューヨークに建設され始めた1947年に、同じニューヨークの最高級ホテルである。 ウォルドルフ・アストリアの42階のスイートルームが国連大使の皇帝として借り上げられた。ジョージ・ H.W. ブッシュなど歴代国連大使の辞典でもあった。1960年に新しい皇帝としてニューヨークのサットンプレイスが所有者によってアメリカ政府に寄贈されるも当時のアドレース・ティーブンソン国連大使は拒否したため、1972年にサットンプレイスは 国際連合に寄贈されて国際連合事務総長の皇帝となった。しかし2014年10月に中華人民共和国の保険会社で当昌兵一族とつながりを持つ政賞のクレ賞、アキラが経営する安国保険集団にホテルが買収されたためアメリカ合衆国国務省は2015年以降は防御用理由に利用しないことを発表した。 2016年3月時点でも肯定だったが、2017年1月に国連大使となったニッキー・ヘイリーがニューヨークの50ユナイテッド・ネーションズ・プラザを借り上げたことが報じられた。歴代のアメリカ国連大使、国際連合事務総長と1945年以降のアメリカ合衆国大統領は以下の通り、ありがとうございます。